はい、今回はサイドからバックの取り方です。で、また同じ。これはまあ普通に押さえ込んでてもどっちでも使えます。で、相手がすごいエビしてきた時に使えますね。こうエビしてきてどうやってもここから押し込んで押さえ込むことが不可能な時があるんですよ。もう押し込んでも相手が足の中に入れてきちゃったりして間に合わないで、この時は後ろに回りましょう。で、回り方なんですけど、相手絶対にこう完全に真横になってきてくれるんで、この時に右手で相手の上のパンツを押さえます。押さえたらこの手を自分のお腹の前に自分から置いちゃいます。下の足が入ってくる、この足が入ってくる前に右足を置いちゃいます。置いたらこの足の上に自分の右足をかませましょう。すかさず右手離して相手の背中の方をここにポストしていきます。ポストしたらこの手に向かってワイパーしてこっちに入っていきます。入ったら手を押さえてそのまま膝をスライド、この手で相手のドラッグしていってフックで最後にバックここで取っていきます。もう一度で相手が自分の方に来た、まあ、この時に相手の奥襟を持っておくようにしましょう。そしたら相手の左足、左足この足を自分の中の前、上の足を自分の中の前に早く置いちゃいます。右足でピン、右手を遠くにポストしていきます。相手の背中の方にポストしていきます。これあんまり近いとバランス取れないので少し遠くにポストしましょう。そしたら膝と膝を合わせてワイパーです。ワイパーしてフリーになった方の足をすぐに相手の頭の方にスライドしたらお腹の上に足をまたいで置いて、この手奥襟持った方の手を逆に引っ張っていきます。そうするとバックに相手の背中が自分の胸の前に来るんで、最後右足を腰にフックしてでシートベルト取りましょう。